今回はヒロインが裏切るアニメ6選を解説するぜ。味方だと思っていた女性キャラが敵に回る作品だ。峰藤子的キャラか。なおネタバレ動画なのでご注意ください。裏切り者をバラす動画だからね。最初は2017年の月が綺麗。中学生男女の初々しい恋愛を描いたオリジナルアニメだ。このジャンルでオリアニってすごく珍しいよね。3話で主人公の安住小太郎が水野茜に告白して、二人は結ばれる。展開派や、茜を演じるのは小原好美さん、これが主演デビュー。4話、修学旅行で小太郎はスマホを没収されてしまい、茜と連絡を取るため、茜の友達の西尾千夏にスマホを借りる。千夏は茜と察して、スマホを貸してくれる。応援してくれるんやね、英子や。茜はなんで千夏のスマホからと少し嫉妬するものの、千夏のおかげで二人だけで会うことができたのだった。甘酸っぱい青春。5話、しかし千夏は小太郎に親しく話しかけるようになる。え？茜と同じ陸上部の千夏は茜に、大会頑張ろうと言っていつも通り振る舞う。まさかな、親友の彼氏を知りたいだけだよな。小太郎と話していた千夏は、茜が来ると察して席を外す。うん、ちゃんとわきまえてるよね。だが後で千夏は小太郎に LINE のアドレスを聞く。まさか。小太郎と茜は学校では二人きりになれないので、別の場所で会っていると。茜に千夏から、小太郎が好きになったとメッセが来るのだった。はぁ、なんだこの女は。6話。だが千夏はそれまでと全く同じように茜に接する。サイコパスかな？茜は千夏に小太郎とは自分が付き合っているというが、千夏は友達だからわかっているという。本当に友達なのか？茜の姉は千夏とは絶交した方がいい、友達ではいられないという。同伴拒否。千夏はちゃんと諦めたいから小太郎に告白していいと茜に聞く。はぁ、なんでそうなる？7話。小太郎は皆に、自分は茜と付き合っていると宣言する。よく言った、もうちょっと早い方が良かったけど。それを聞いてさすがの千夏も告白は断念したのだった。ざまあはちょっと言い過ぎかな、本当に小太郎を好きになっていたのだろう。8話。公に付き合う二人を見て、いいな茜という千夏。もう諦めなさい。9話。中3の最後の大会で、茜は千夏との友情を確かめ合う。茜ちゃん、いい子やな。だが茜がいないところで、気持ちは止められないとつぶやく千夏。こいつをまだ友達だと思っている茜ちゃんがかわいそう。11話。千夏は小太郎に積極的に話しかける。もうね。12話。小太郎は受験に失敗し、茜とは別の高校になってしまう。まあ、会えないわけじゃないし。そして小太郎は千夏と同じ高校になった。神はいないのか。小太郎は千夏に、茜とは今後も付き合うというが、千夏は小太郎に告白する。はぁ？そして小太郎に抱きつき、私じゃダメかなという千夏。いや、ダメだろ。もちろん小太郎は振ったが、それを茜に言わなかったので、茜との関係がこじれてしまう。千夏、いらん子や。ただし千夏は最後に二人の仲を取り持って、終わっている。ちょっとだけ汚名返上かな。ED とラストで、小太郎と茜が結婚したことが書かれて終わり。その後もあったであろう千夏の誘惑を振り切って、よく頑張った。次は2018年の空よりも遠い場所。女子高生たちが南極探検をするオリジナルアニメだ。シリーズ構成の花田十喜先生が名誉挽回した作品。1話、主人公の玉木まりは、何か新しいことを始めたいと、友達の高橋めぐみに言う。決まりとめぐっちゃん。めぐみは旅に出たいと話すまりを、応援するという。さすが一番の親友や。マリは南極を目指す小淵沢しらせに出会い、共に南極に行くと約束する。しらせちゃん、花沢香菜さんがよく会ってたな。2話、民間の南極探検隊の計画はあるものの、そう簡単に参加できないだろうとめぐみは言う。親友としての忠告や。3話、タレントの白石ゆずきが南極に行く企画に乗っかって、マリたちも一緒に行けることになった。ここまでの流れ、花田さんにしては珍しくうまく書けてたんだよね。4話、出発までの準備を進めるマリに、めぐみは無理しすぎるなと声をかける。めぐっちゃん、ええ子や。5話、全校生徒の前で、南極に行くと報告するマリと知らせ。おや、めぐっちゃんの様子が、過去の回想。マリはのろまな子で、いつもめぐみが支えていた。めぐっちゃんはお姉ちゃん。南極に行く話を聞きながら、無理はするなよなどというめぐみ。めぐっちゃん、あまり楽しそうではない。めぐみは、マリたちが調子に乗っていて、資金集めのためにコンビニで万引きしている、歌舞伎町で男と遊んでいると、言われている、このまま行って大丈夫かと忠告する。なんだと、言ってるのはどこのどいつだ。その後、マリはいつもめぐみにくっついて回ってたけど、対等になるために頑張ってくるとめぐみに言う。妹分もいつかは姉離れするんや。だが出発の朝、めぐみがマリの家に来て、絶交しに来たという。はぁ？学校で広まっているマリたちが新宿に行った話など、
それを聞いたのは私しかいないだろうとめぐみは言う。あ、めぐみはマリが自分の手を離れていく焦りから、悪い噂を流してしまったので、もう友達の資格がないと絶交しに来た。めぐっちゃん。しかしマリはめぐみを許し、絶交を無効にしたのだった。二人は本当の友達や。花田さん、登場人物が9人未満ならいい脚本を書けるのかもな。ガルクラもラブライブやカンコレよりずっと少なかったしね。なおめぐみは最終話のラストシーンで北極に行って、ドヤ顔を見せるのだった。オチがつきました。てか同じ監督キャラでザのグッバイ、ドングリーズより、これを映画化した方が良かったのでは。次は2018年の千代ちゃんの通学路。女子高生の通学中の出来事を書いたギャグアニメだ。制作会社のディオメディアって最近目立たないね。カモノハシロンの禁断推理の2期をやってるけど。主人公の宮持夫とその友達の野々村真奈は、よく二人で投稿する。声は千代ちゃんが大空直美さん、真奈ちゃんが尾身川千秋さんと個性派コンビ。だが真奈はしょっちゅう身を裏切る。には、スクールカースト上位の細川ゆきに真奈は、自分は大学生とキスをしたことがあるといい、その話題でゆきに取り入る。これ見よがしにマウント取ってきて感じ悪。真奈はゆきと仲良くなって上位カーストに入り、千代を捨てようと企むのだった。それでも友達かよ真奈。だが真奈は出現をして、ゆきと距離を置かれてしまうのだった。なおキス体験は嘘だった。そんなクズともお帰りと、優しく迎えてあげる千代ちゃん。4話、タバコに憧れてる千代を煽って、吸い殻を持たせて写真を撮り、ネットにアップして炎上させようとする真奈。いや、シャレにならんからマジやめろや。5話、千代に水をあげると見せかけて自分が飲む真奈。でもやっぱりあげる、ということはなく、花壇に巻くのだった。千代ちゃんも花の JK やろがい。6話、マナナがカバディ部の部長に襲われそうになるが、マナナは千代があっちにいると言って、千代を狙わせるのだった。この時千代ちゃんが裏切ったなーって言っとる。別の日、千代がマナナを驚かせようと橋の横にぶら下がるが、握力が限界で落ちそうになり助けを求める。いや、JK が何してんだよ。だがマナナは落ちても怪我はしなさそうだし、一度痛い目見た方がいいと言って助けない。げえ、さらにムービーを撮ろうとするマナナ。これもう絶好した方がいいよ。その後千代がマナナの足を掴んで道連れにしようとしたりしたが、通りすがりの人に助けてもらった。二人はいいコンビやな。9話、安藤真由太が千代を好きだと気づいたマナナは、千代と差をつけられるのが嫌で邪魔しようと思うのだった。友達の恋路を応援しろよ。って思うけど、千代を取られるのが嫌とも解釈できるのね。12話、雪がノーパン投稿に憧れていて、マナナもそれに付き合わされてしまう。最終話だからって謎展開をぶっこんできてるな。ノーファンに乗り遅れた千代はとりあえず絡むのだが、そっち側の人は触らないでもらえませんかとマナナにそっけない扱いをされる。また最初の流れに戻ってしまった。でも結局千代も脱いで、3人の絆は深まりました。めでたしめでたし、終わり。めでたいのか？次は2018年のリリースザ・スパイス。スパイ、というより忍者少女たちのオリジナルアニメだ。高博さん原作、名森さんキャラ原案、ガールズバンドくらいより前の川崎が舞台のアニメ。1話、主人公の女子高生の源桃は、情報機関月影にスカウトされる。演じている安西ゆかりさん、同じく主演のラピスリライツもダメだった。2話、桃は半蔵門雪の弟子として鍛えられることになる。月影には他に4人の現役のメンバーがいる。やっぱ名森先生のキャラクターは最高や。一方、月影と対立する犯罪組織毛量のテレジアは、月影の内通者が情報を流しているという。テレジアの声は復帰した種田梨沙さん。3話、桃たちは非合法のソーランドに、侮辱のふりをして潜入する。ああ川崎氏が舞台だからか、さすがにガルクラには出てこなかったな。毛量のテレジアが、内通者の情報は信憑性があるという。誰が裏切ってるんや。4話、八千代メイと相模風の指定の活躍が書かれる。いいコンビやね、この二人は裏切りはないな。5話、内通者の情報提供により事前に対策され、月影は潜入した施設で手がかりを得られなかった。やはりガチで裏切ってるんやね。6話、青葉初音が月影の一員だと、内通者が毛量にリークしてしまう。じゃあ初音は違うのか。内通者の情報をもとに初音たちの学校にテレジアが送り込まれたが、彼女は初音の幼馴染だった。これは裏がありそうだとメイが言う。テレちゃんを寝返らせるにゃ。引退した初音の師匠のカトリーナとビーは、内通者がいるかもしれないというが、初音は月影の皆を信じるという。まさかカトリーナ師匠が？7話、月影最強の石川越が催眠状態になり大暴れするが、師匠の初音が説得して取り押さえる。野口無理さん、なんでいつもナイスバディな役なんや。8話は越が活躍して名誉挽回する。越ちゃんは全然内通者に見えないな。9話、桃に厳しくしすぎた雪の、桃との仲を取り持つ名。メイちゃんはムードメーカーやな。
回想で雪の敬愛する師匠が毛陵の幹部の天道クララに倒され、自身も片目を失った過去が語られる。じゃあ雪が内通者はまずないか。10話。明和風に弟子はいつか独り立ちしなければならないと悟す。師匠や。月影は一般人として生活しているクララの正体を見抜き、あっさり捉えた。メイちゃんも嬉しそうや。いつもはクールな雪も、クララには怒りが抑えられず暴行する。これで雪が内通者だったら演技の天才や。毛陵が攻撃してきたので、メイはクララは自分に任せてと言い、雪は反撃に出る。メイちゃんに任せれば大丈夫、あれ？ここで気づいた人が多かったようだな。そんな。そして突然、声を背後からスタンガンで襲うメイ。ああ、やっぱり。まあつまりはそういうことだったんで、別に操られてないよと仲間を次々に襲うメイ。メイちゃんが内通者だったのかよー。死の裏切りにショックを受ける風。これが高広作品だ。ワールド大スターもこういう展開が欲しかったかな。的星兵のスレイブはこれからか。混乱で形勢は月影に不利になり、雪も切られてしまった。師匠おー。11話。毛陵に寝返った経緯を得意げに語るメイ。まあこれが原作のない折り紙の面白さだねー。メイが裏切る伏線はあまりなかったみたいだけど。脱出した桃たちは雪に会う。雪は怪我をしたが致命傷は避けていた。よかったー。メイは風にお前も毛陵に寝返れと言うが、風は断固断る。当然や。12話、ここで種明かし。メイは実は二重スパイで、毛陵の内部に入り込むことで最終計画を妨害した。信用させるためとはいえ月影の被害が大きすぎたような、高広さん。2年前から計画していて、敵を欺くにはまず味方からとカトリーナ以外に秘密にしていた。他は天然で真面目な子ばっかりだしねー。ラストは雪が記憶を消して引退する桃との涙の別れだが、メンインブラックと同じだと言われまくったな。高広さん、だからパリエーターって言われちゃうんだよ。次は2020年の魔女の旅旅。魔法使いの少女が様々な地方を旅するファンタジーだ。これに気合ってほしいねー。8話。主人公のイレイナが旅で訪れた国では、切り裂き魔による連続、頭蓋事件が発生していた。この食べ方あるある。イレイナが人形店に入ってみると、店主は好きな人形をタダで持って行っていいという。モブに上田レイナさんを起用するとは合成なアニメや。だがイレイナは荷物になるのでと断った。魔法がある世界では油断は命取り。だが翌日、宿屋で起きるとイレイナの髪は寝ている間に切られていた。でもショートもよく似合う。宿屋の部屋にあった人形は消えていて、その髪の毛が残っていた。人形に髪を奪われた？イレイナは宿屋の入り口にある人形の髪が、人毛であることに気づく。宿の主はオークションで買ったという。悪趣味やな。イレイナがオークションに潜入すると、切り裂き魔が出品した自分の髪の人形が出されていた。激怒したイレイナは魔法をぶっ放す。絵面が魔法少女。イレイナがステージに上がり、切り裂き魔出てこいと言うと、あの店主が出てきた。まあそうなるわな。切り裂き魔がこんなことをする理由は、人間の喜怒哀楽を見るのが好きだからという。マジモンの最古や。実況民もドン引きである。上様、やべえやつの役ばかり。切り裂き魔は逮捕され、イレイナは魔法で髪を元に戻したのだった。ショートも良かったのに。最後は2020年の100万の命の上に俺は立っている。ゲームのような異世界に召喚される少年少女の話だ。マリーが主人公が自分にすごく似てるって言っててお気に入りだったねー。19話。主人公の四谷雄介たちは異世界で、ジェズビーという少女に出会う。この子の声優も上田玲奈さんか。20話。魔物に寄生されたジェズビーの父が襲ってくるが、ユウスケは躊躇なく倒す。こういう性格が嫌って人が多かったよねー。ジェズビーは父を失ったショックで気絶してしまった。今回の上田さんはか弱い少女やね。ジェズビーは父は口減らしのため村を追放され、自分は病気の母と弟を置いて父を追ってきたという。それなのに父を失ってしまった。村に来るとジェズビーの母は亡くなっていて、弟は心を閉ざして喋らなくなっていた。ジェズビーちゃん、不幸すぎる。21話。村を出て起きてを破ったジェズビーの処遇について揉めていると、突然魔物の大群が村を襲う。ユウスケたちは古井戸にはしごをかけて、ジェズビーら村人を外に脱出させる。結局村人みんな出ることに。ジェズビーは自分は孤児で父の実子ではないというが、育ての親の死を悲しんで泣く。ジェズビーちゃん。22話。村を追放された人々が外で暮らしていて、無事だったことを知り、喜ぶジェズビー。悲しいこともあるけど、いいこともある。ジェズビーはこの密林の向こうに平和に暮らせるニューエデンがあると聞いた、ユウスケたちに見つけてほしいと懇願する。23話、村長の娘が魔物に寄生されてしまい、仕方なく倒す。そんな、田村ゆかりさんが演じているのに脱落って、弟が怪我をしてしまい、心配して泣くジェズビー。ジェズビーちゃん、いつも不幸。一方ユウスケは洞窟を抜けて、人々が平和に暮らすニューエデンを発見した。さすがは主人公。
ジェズビーの弟は頭を打ったショックで喋れるようになったが、自分にこんな姉はいないという。は？私をよく見て、と記憶操作しようとするジェズビー。この少年は最初、精神の病のため操作できなかった。おい、何を言ってる？そこにユースケの仲間のグレンダが現れ、ジェズビーが敵のドラゴンビショップだと見抜く。裏切ってたのかよー。24は、グレンダはジェズビーは単独行動が多いことなど、不審な点を列挙して追求する。さすが早見沙織さんキャラや。関連したジェズビーは、自分が黒幕だと認めた。彼女は村の外から来て村人を記憶操作していた。魔物を呼んだのも寄生させたのも、すべて彼女の仕業だ。上シャマのキャラはこんなのばっかりやー。ニューエデンを探させたのは、そこの住人の魂をドラゴン復活の儀式に利用したいからだった。よくよく考えてみると村の貧しい娘という設定なのに、なんで巫女みたいな姿してたんだよって、服も変えろよ。ジェズビーはニュースケに負けて捕らえられ、くたばれ人間どもと叫びながら自決した。終わり。上シャマもそうしてるけど、見てる人が少ないアニメなのが残念。上田玲奈さんはグリッドマンの新庄茜でブレイクしたが、上田さんが出てくると裏切るんじゃないかと思ってしまうぜ。女版石田明さんか。この動画が良かったらチャンネル登録や高評価お願いします。期待を裏切らないように頑張るのでよろしく。それではまた次の動画で、サブチャンネルもよろしくお願いします。